魔女が笑う夜は、アメリカ合衆国の推理作家、カーター・ディクスンが表した、長編推理小説。別題は、笑うゴケ。イギリスの偏僻が村に起きた、謎の殺人事件と、密室からの怪異な人間消失事件を描く。作者のシリーズ探偵ヘンリー・メリーベール卿が登場する、第20番目の長編作品。本国での原書は1950年刊行。 日本語訳は、最初に1958年に、早川書房の早川ポケットミステリにて、笑うゴケの題名で刊行。後に1982年に、同社の早川ミステリ文庫にて、表題の署名の解約版が刊行された。英国のサマセット州は、ストークドルイドの村にいてある日、村の若い未亡人ステラが、悪意に満ちた、中傷の手紙を受け取った。 差出人は、謎の、ゴケなる人物。その事件を皮切りに、村には続々と同様の抽象文が送られてくる。やがて、ゴケは、さらなる開示を予告。ある夜、ゴケは、その予告通り、村の若い娘ジョーンの寝室に不気味な魔女のような、姿を浮かび上がらせた後、閉ざされた部屋から突然と消えた。さらにこの騒動は、 殺人事件にまで発展する。村に招かれていた、名探偵、h m ことヘンリー・メリーベール卿は、謎の怪人、ゴケに挑むが。和名表記は、魔女が笑う夜晩に準拠。ありがとうございます。